えっとごめんなさいこれには深い事情があるというかシリーズ恒例というか 3D 空間へは床から少し上に出現しないと床コリジョンとの当たり判定プログラム上床に当たることができず異次元へダイブしてしまう恐れがだあちょっと落ち着けって何言ってるのか分かんねえよそれよりそうだねまずは 怪我がいいか確認しないとちょっとこっち向いてうんよかった怪我はしてないみたいえっとはじめまして私ネプテューナって言うんだそれでこっちの 標本になってるのがクラちゃんっていうのおいそれよりとんでもないところに来ちまったみてえだなうん<え>ここは VR 次元って場所かもしれねえな VR? まあ稀なケースだが複数の異なる世界が何らかの原因で重なり合うと発生する空間的異常一時的に発生する仮想世界ってやつだ空間的仮想世界 しかも干渉している次元が俺でも移動することができない深海レベルだぜもしかするとそこにいる人間はプレイヤーっていう導き手かもなこいつはレアだぜレア俺の推測が正しければ「新次元ゲーム」ツーゲームをプレイしてるはずなんだがどっかに落ちてないか探してみろよそんなの探すまでもないよプレイヤーさんに聞いてみればいいんだよプレイヤーさん 今プレイしているゲームは、新次元ゲームあおそうだってクロちゃんすごいまあな、俺はすげえんだよ。だからよ、これからは俺の言うことをちゃんと聞けよな。てか、お前はプレイヤーに対してもその態度なのな。<laughs> 褒めてねえよ。次元座標の再マッピングも終わったし、そろそろ行くぞ。えもう行っちゃうの でも確かに急いで戻らないとだよねねえクロちゃんまたここに来てもいいでしょ100来れるかわかんねえけどなちゃんとマッピングしたよねじゃあ大丈夫だってそれじゃあ私たちそろそろ行くねお邪魔しました